ネクラです。今回は今日発売の花火ロルバーンを一緒に見ていこうかわいいこちらのロルバーンは今日2023年7月7日、七夕だね、金曜日発売のロルバーンになります。かわいいね。今までも花火柄は縦型と、あと、ダイアリーと、東京駅が出てたかな。で、また新たに、いやー、すごく豪華な花火柄のロルバーンが出ました。 今回、冊数制限もなかったので、結構余裕な量をすられてるんじゃないかと思っています。なので、タイミングが合うときにぜひゲットしてみてほしい。一冊935円税込みで、札幌広島博多のスミスでは、発売日が1日遅い、明日7月8日土曜日の発売になってます。ABC 柄になってて、左が大輪柄と、 真ん中が夜景柄、右のが先行花火柄になってて、今回私は、えっ、ー、と、大輪柄が3つ、夜景が3つ、先行花火4つで購入しました。なので、こちらは全部使用用なので、一旦袋から出します。出しましたいやー、私が袋から出すの珍しいね。しかも全種類出すなんて珍しい。いや、でもこれは出した方が良さが伝わりそうなので、出しました。 いや、かわいい。一冊ずつ見ていこう。楽しみ。じゃあ、まずは、一冊目、大輪柄。今回三冊全部が白押しがね、違う色になってて、大輪すごいよね。ここにね、ちゃんとロールバーンのロゴが印刷でついてるんですよ。その上から、すごい。ドドンって感じ。いやー、かわいい。大輪柄は、金のオーロラ白押しに、 クロリング、コーンバンド。いいねいやー、豪華だね。すごく細かい白押しで、ずっと見てられる。いやー、発売楽しみにしてたので、やっとゲットできて嬉しい。いやー、すごい。すごいな。<laughs> あ、そう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 。あの、いろんなスミスがね、発売しましたっていう動画、動画じゃない。いろんな写真をね、ツイッターに上げてるんだけど、なんかそれもね、 店舗ごとにね、腕が光ってるなと思いました。全部がね、違う箱押しだから、それがちゃんと見えるように一枚の写真に収めてるのいいなって思いました。川崎のスミスとかすごかった写真。タグ見せるの忘れてた。裏面のタグはこんな感じ。花火 L の A 柄です。次。真ん中が夜景柄。じゃじゃーん。 夜景が今回唯一オーロラ白押しじゃない銀のみの白押しになってるんだけど、これもこれでいいよね。なんかいろんな場所で使えそう。でも花火の存在感はちゃんとあってキラキラしてる。かわいいね。かわいいな。オーロラじゃないけど、ものすごくキラキラしてるって感じですね。レインボーブリッジの花火大会かな。 黒リングコーンバンドになってます。表紙のロゴはみんな同じ色かなぽいな。表紙のロゴは印刷で全部同じ色かも。ちょっとカーキっぽい色なんか灰色ではない気がするかな。B 柄はこんな感じ。かわいい。で、裏面がこんな感じです。花火ルの B 柄。 美柄は甘すぎない。いいデザインですよね。で、C 柄。今回 C 柄結構気に入ってる。いやーすごい。わ光 <laughs> 花火柄になります。銀色白押しでオーロラですね。すごい。いいね すごくかわいい。これもクロリングコンバンド。全部クロリングコンバンドで、ロゴも同じ色で統一されてます。ここのがすごい星みたいで可愛いぴょこって。<laughs> かわいいなぁ。先花火いいね。めちゃめちゃかわいい。私は今回使用用はこれにしようかなと思います。まあ、334で買ったから全部使用してもいいんだけど、 今一番使いたいのはこれかな。でね、花火柄すごくいいんだけど、でも使い切れないから一冊だけでって言ってる人が結構いたんだけど、このロールバーンはダイヤリーじゃないからここに年号がないから、なんか3年連続で使ってもいいなって思いました。花火、夏にやっぱ使いたいと思うんだけど、今年の夏が先行花火で、次の夏はこれで、その次の夏はこれでみたいに、一冊ずつ、 夏のロルバーンとして、風物詩として使っても結構いいなって思いました。夏の思い出いっぱい描きたいよね。涼しいお部屋で見れる、めちゃめちゃ綺麗な花火ロルバーンです。<laughs> こんな感じ。あ、タグ見せたっけ花火ロルバーン L の C 柄です。 今回の動画はこんな感じかなそうそう。あと、デルフォニックスウェブショップで買う予定の人は、もう今日の5時から、夕方5時から始まってる週末セールがあるので、10日月曜日のお昼11時30分までクーポンコードで会員登録してる人はね、10%オフでこちらを注文して、さらに3500円以上購入した人は、前のこちらの動画で紹介してたノベルティもつくので、ぜひぜひそちらも活用して買ってみると、 さらにお得に購入できるんじゃないかなと思います。いやーかわいい。めちゃめちゃかわいい。やっぱロールバーンって買うとすぐ使いたくなるよね。今使ってるのがあるから、今はタイミングじゃないんだけど。これ早く使いたいし、この大輪も結構気に入ってるので。私、ファーストではこれが一番気に入ってたかな。今はこっちだけど。かわいい。真ん中もかわいい。全部かわいい。すごいよね。豪華です。 <laughs> 今回の動画はこんな感じ。まあ、今日も寄り道していろんなところでお買い物してきたので、そのうち動画にするかもしれないかもって感じ。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。